皆さんこんにちは。理学療法士でトレーナーの健太です。今回は肩甲骨の実践的なエクササイズについてお話しさせていただきます。本日の流れですが、前回の肩甲骨の動画のおさらいを少しして、その中で水泳競技に必要な動きが何かを探っていきます。そして最後に実際のエクササイズを4つほど提案させていただきます。ではお願いします。補足として、今回からエクササイズという言葉を動きを良くする運動、トレーニングという言葉を負荷をかける運動、つまり鍛錬として解釈しながら進めさせていただきます。肩甲骨を動かす練習はエクササイズとして行うよう注意してください。まず肩甲骨の動きとは、肩甲胸郭関節の動きを指していると考えられます。動きの種類には諸説ありますが、おおむね提示されているもので問題はありません。肩甲骨を駆動させる筋肉に関しても、主に5種類の筋肉を覚えていただければ大丈夫です。では実際の動きと筋肉を見ていきましょう。最初は挙上です。ここでは僧帽筋、特に上部繊維、肩甲挙筋、菱形筋が働きます。肩甲挙筋に関しては鍛えるという要素があまりないので、スルーしてもらって構いません。次は下正です。ここでは僧帽筋、特に下部繊維、小胸筋、前挙筋が働きます。次は外転です。ここでは小胸筋と前挙筋が働きます。次は内転です。ここでは僧帽筋、特に中部繊維と菱形筋が働きます。次は下方回旋です。ここでは肩甲挙筋、菱形筋群、小胸筋が働きます。最後は上方回旋です。ここでは僧帽筋、特に上部繊維と前挙筋が働きます。肩甲骨の動きを考えていくと、違う動きなはずなのに同じ筋肉が何度も出てくることに気づきます。そうです、肩甲骨のエクササイズでは複数の筋肉を違う働かせ方で共同して収縮させるコントロールの練習が必要になるのです。ここからは科学的な意味を探っていきます。2000年の研究では、肩の怪我を持つ対象者は肩甲骨の前傾、つまり挙上運動が大きかったとしています。また2009年の研究では、上肢外転時、エントリーのポジションへ手を上げる運動ですね、この際において痛みのある対象者では僧帽筋、上部繊維を優位に働かせている可能性を指摘しています。さらに肩関節90度での最大外旋時、水平外転時では菱形筋群に問題がある可能性も示唆されています。このポジションというのは、水泳におけるリカバリーのポジションだと思ってください。このことから、水泳競技における肩甲骨の動きでは下正と上方回旋、内転が重要であることがわかります。必要な動きがわかったので、メインターゲットになる筋肉を考えていきます。下正においては僧帽筋の下部繊維、上方回旋においては前挙筋、内転においては菱形筋群をターゲットと考えて良いでしょう。動きと筋肉は答えを得ました。では水泳のどのフェーズでこの動きを出したら良いのかを考えてみます。古い研究ですが、腕を上げた状態で肩関節を内側にねじる、内旋する動きをすると、インナーマッスルが骨同士に圧迫されて炎症を引き起こす可能性があると示されています。水泳競技では、キャッチ場面からプル場面に移行する際に最も肩関節の内旋運動が必要になるため、この内旋運動と同時に肩甲骨の動きが出せると良いでしょう。イメージは動画のような、肩が上に上がった状態から肩が水平に揃うまでの間に駆動させるというイメージが分かりやすいかと思います。それでは
実際のエクササイズを説明していきます。一つ目は肩甲骨プロトラクションです。チューブを用いてガイドをつけ、肩甲骨の外転運動を誘導します。外転は重要な項目に含まれていませんでしたが、内転動作で重要な両頸筋群をストレッチできること、情報回線のメインで働いてほしい前鋸筋を働かせることができるため最初に行ってください。また下肢については全てのエクササイズで肩をすくめないように肩甲骨を下げることで運動が成立します。2つ目は肩甲骨リトラクションです。先ほどと反対に肩甲骨を寄せる練習をします。この際のポイントは僧帽筋ではなく両頸筋群に意識を向けることです。肋骨の上を肩甲骨が動くイメージがつけるようになるのを目指しましょう。3つ目は肩甲骨アップライトローです。この動きは情報回線運動を誘導します。肩甲骨が挙上すること、つまり肩がすくむ動きが出やすいので、首を長くして耳と肩の隙間をしっかり作るようにしてください。最後は肩関節のエクスターナルローテーションです。肩甲骨を動かす目的は肩関節の可動域を向上させることにあるので、肩関節の動きに応じた肩甲骨の動きの獲得を目指すことが実践的なエクササイズになると考えます。今回のまとめです。肩甲骨のエクササイズはウェイトトレーニングのようなイメージではなく、コントロールを向上させるイメージで行いましょう。そして動きの優先順位としては、下肢、内転、情報回線方向に動かすことが一番、外転と下方回線が2番、挙上については逆に出さないようにすることが大切です。今回チューブを用いた理由としては、弱い抵抗をかけると運動方向が分かりやすいため採用しております。決して負荷を上げるためではないことを理解しましょう。最後に時間や回数については、肩がすくむなどの悪い動きが出ない状態で15回ができることを目安にしてください。タイミングとしては練習前やトレーニングの前にアップとして行うことを推奨させていただきます。以上、ご清聴ありがとうございました。それではバイバイ。